気になったよ。よう、また会ったな。あんたたちもこのワープゾーンを調べに来たのか。異界ゲートとは似て非なるものだよ。これはフィールド内の別の場所に転移するワープポイントなんだ。異界とは違って行き先は固定だから安心して行き来ができるぞ。この先は地獄か天国か。赤髪の少女は両の手に剣を携え、未知の領域へと一歩を踏み出す。ロマンだ。これはとてつもないロマンだ。あんたたちにもわかるだろう。そうと決まればワコード、自分の目と足で真実を確かめてくるんだな。あ、赤髪の少女、まさかレインこの中に入っていったのか。そうみたいだね。ちょっと待ってキリト、気になることがあるの。この辺りには確かレプラコーンに伝わる秘宝が埋蔵されているダンジョンがあったのよ。景観はかなり変わっちゃってるけど。秘宝？そうなの？私ストレジャーハンターのフィリアでも知らないくらいのレアアイテムなのか。それも仕方ないわ。何せレプラコーン内で漏洩禁止だって強く言われてる話なのよ。だから本当は。待てリズ、お前がこの先のプレイ中に同族から攻められたら困るだろう。それは俺たちに言ってもいいことなのか。種族同士で対立しているとは軽く聞きましたが、そんなに仲が悪いのですか。キリトさんたちを見ているとあんまりそんな感じがしないのです。うん、実は ALO は PK 推奨のかなりハードな PVP 仕様で、種族間抗争が全だから、同種族内で嫌われるとプレイしにくくなっちゃうんだよね。そうなんですか。 ALO はブレインバーストと違ってクエストが豊富なの。 PVP がメインの遊びではないと思っていました。リズ、俺たちが今やっているのはユイを救い、だからといってそのために本来のゲーム攻略の楽しみを歪めてしまうようなことはしたくない。そうだよ、今後のゲームライフを犠牲にするなんて。ちなみに可能ならでいいんだけど、どうして言えないの。ただのレアアイテムでそんなタブー的なお触れなんて出すかしら。それはね、そのクエストが超希少なクエストだからよ。そのダンジョン内のレアアイテム、それは ALO においてたった一つしか存在しないってわけ。たった一つ。レプラコーンのプレイヤーたちも神経質になるはずですね。でも、うん、決めた。私やっぱりみんなに言うわ。だってきっとレインがここに来た理由は、この異変に対して対処法を一つでも増やしておきたいと考えたからよ。もちろん今のフィールドの状態じゃ本当に秘宝の眠るダンジョンがそのまま残されているか定かじゃないわ。侵食や適合によってバランスが崩壊していることだって大いに考えられるし、
俺たちの目的に本当に役立つのか。わからないわ。でもレインがそこにかけたのなら、私はその意志を無限にはしたくないの。そうか、わかった。リズ、あり感謝しなさいね。話は行きながらするわ。まずはレインを追いましょう。ちょっと待ってて。いかにも何か出そうって感じだよね。そりゃダンジョンだ、出るに決まってる。もうお兄ちゃん、そうじゃなくって。ちょっと得体の知れない恐怖感とかありますよね。おいクロ、何ワクワクしてんだよ。ホラー FPS ゲームじゃねえぞ。そういうニコこそまあここ一帯のエリアは超高難易度ダンジョンかもしれないって話だろ。君子危うきに近寄らずが賢明な判断だな。こいつ迂闊に相手をしない方がいいよ。危なくなったら逃げよう。よっ、引くぞ。安全、追ってこない。よっ、当たれ。これ今やった。これくらい全問題ないよ。なかなかやるわね。アスタ大丈夫？なんとかしなきゃ。アスタ、アスタ大丈夫か？回復するわね。全力で行くぞ。オッケー。やった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 やですね。でもこんなところに一人で挑むなんてかなり腕の立つ方なのでしょう。ああ、あいつはもともとソロで活動していたプレイヤーなんだ。なるほどな。ますます会うのが楽しみになってきたな。いやだから2個はもう2個でいいだろう。うっせえな、今のは気合を入れただけだろ。二人は本当にイエス、
そして毎度その二人を見て、各所から冷たい視線が走る。先輩、チーユ、なんでそんな目で僕を見下ろしてるんですか。タクミよ、お前の言いたいことは。ようやく僕にも同志ができて嬉しいです、クライン。程度かすり傷だぜ。期待しています。これで決める。
行く。なんだか変だな。これでいいわ。秘宝ベルンド・スミスよ。ベルンドって確か北欧神話の伝説の鍛冶職人の名前ですよね。ええ、そうよ。眉唾レベル都市伝説クラスの鍛冶妖精専用アイテム、本当にあったのね。俺には飲むタイプのポーションにしか見えねえけどな。やっぱ高貴なものにしかこのアイテムの輝かしいまでの希少性ってやつはわからないのよね。何を？まあ手に入ったんだからいいじゃないか。でも少し変だと思わないか？え？何が？レプラコーンに伝わる秘宝がこんなに簡単に手に入っていいのかってことさ。確かにな。ボスは強かったが、秘宝級のアイテムが隠された高難易度ダンジョンなら、あのボス級のモンスターが無数に徘徊していてもおかしくはない。なるほど。それこそ足を踏み入れた瞬間に全滅するくらいの難易度になっているかも。リズさんが予想してたように侵食のせいで設計バランスが崩れちゃったとか。しもべ、半分正解です。メタトロン、半分って？この世界へと流入した凶悪な存在そのものがここを通った形跡があります。本来ここで妖精たちを迎え撃つはずだった強力なビーイングたちはそのものによって駆逐されたと考えていいでしょう。駆逐されただと？そいつが片っ端からこのダンジョンのモブを倒しちゃったから結果的に難易度のバランスがおかしくなったってこと？おいおい、何なんだよそいつは。よ、暴虐の限りを尽くす破壊者ってとこか。嫌な予感。僕も感じる。強い敵を前にしてるのに全然ワクワクできないって感じ。それよりも先に行きましょうよ。レインがいるなら少し心配よ。レインはそいつに襲われちまってるんじゃねえだろうな。それはないでしょう。凶悪な存在の奇跡こそあれ、今はここにはいないようです。心配してても仕方ないよ。私たちは進むしかないんだから。ああ、と新しいわ。本当だ。今度はどこにつながってるんだろう。